じめまして。ポーランド出身のアグニシカ・レルーと申します。私がお話しするスピーチのテーマは、Japanese Business Culture Shock、つまり日本語で言うと、日本のビジネスカルチャーショックという話題です。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆様、日本文化と異なる文化に接触して、大きな衝撃や心の動揺といった、いわゆるカルチャーショックを受けたことはありませんか？私から例を一つ挙げさせていただくと、日本に行った時にブドウは皮ごとではなくて皮を剥いて食べた日本人を見て驚きました。ブドウの話を脇に置いておくとして、本日は日本のビジネスカルチャーに直面した外国人が持つ日本の印象についてお話ししたいと思います。ではロンドンにある ABC 社という日系企業を訪問するところを想像してみてください。まず朝の挨拶ですが、日本人の社員はおはようございますと頭を下げてお辞儀をしながら挨拶をします。一方日本語をしゃべるジョンさんはオフィスに入るとモーニング、You're right と言って握手をしながら挨拶を交わします。次にジョンさんがあるプロジェクトについて審議案を日本人の上司に提案したとします。するとその上司はそれは完全にダメだと心の中では思っていても、それはちょっと難しいなと首をかしげながら曖昧に答えます。それを言葉通りに受け止めたジョンさんは、いやいや簡単ですよと受け止めと返してどれだけ簡単に自分の案を実践できるか長い時間をかけて上司を説得しようとします。日系企業の職歴が5年しかない私ですが、日本人の習慣や価値観のわからない外国人がどれだけの不安を感じるか周りの外国人を見て気づきました。また自分が日本語や日本文化を勉強しても、実際に日本のビジネスカルチャーに接触して驚くことを経験しました。例えば先輩後輩という昔から日本の社会の中であり続けてきた複雑な上下関係で困ったことがあります。日本の社会では年齢は関係なく、先にその会社に入社した先輩が後から入ってきた後輩のトレーニングやお世話をすることによって、後輩は先輩からいろいろ学ぶという役割分担があります。以前40代の新入社員が私のチームに入ってきた時、年下なのに先輩になってしまった私に対して敬語を使ったため、チーム内の和やかな雰囲気がなんとなく固くなってしまいました。さらに年下の私が年上の後輩に対して指導したり指示を出したりすることはあんまり正直に言えば好きではありませんでした。幸いなことにその新入社員はあっという間に仕事に慣れて、自然にみんなと同じ口調になってきたためほっとしました。次に職場で使われている言葉がどれだけ教科書から習った日本語とかけ離れているか、実際に仕事を始めて気づいたことをご紹介します。ロンドンに来て2年にわたってトヨタ自動車のデータ交換システムの導入をサポートしたときに、トヨタの日本人の社員と接触したことがあります。技術的な話の中で専門用語が出るのは当たり前のことですが、相手の話の中にトヨタ独自の表現があったため、一生懸命耳を澄まして聞き取りながら辞書を引いても話の意味を理解することができませんでした。ここで言うトヨタの独自表現とは、例えばゴエスとか、現地現物とか見えるかなどのようなトヨタ生産方式のキーワードです。またトヨタの言葉の中で一般的な言葉と同じ表現でありながら意味が違う言葉があると分かりました。例えば 5W1H といえば Why, Who, What, When, Where, How、 日本語で言うとなぜ、誰が、何を、いつ、どこで、どのようにしたかの省略ですが、トヨタ式の 5W1H とは5つの Why と1つの How の頭文字です。つまり Why、 日本語のなぜを5回繰り返して本当の原因を調べて、その原因に対応した対策を考える問題解決のツールなのです。
職場で使う言葉は企業文化の一つであるため、その言葉や表現のルールを勉強しないとうまくコミュニケーションが取れない可能性があります。勉強不足であった頃の私が経験したコミュニケーションのトラブルを一つご紹介します。ある時システムの新規ユーザー設定がうまくいかなくて、トヨタの上司に新規ユーザー設定は不可能ですと報告したところ、その上司はトヨタの人間は不可能であるという言葉を使ってはいけないと怒り出して、私は叱られてしまいました。つまり不可能であるというネガティブな言葉ではなくて、問題解決方法を調べてこうすれば解決できるのような前向きな表現で改善方法を表すべきであるということを学びました。最後にハンコ、いわゆる印象についてのお話です。皆さん、ロンドンでハンコを使っている外国人をご覧になったことがありますか？実は私の職場ではハンコを使う習慣があります。それはサインの代わりにハンコを使うということです。初めてハンコをした私は、その丸くて赤い陰影を見ながらまるで日本にいるように感じて感動してしまいました。同じ職場で文化の異なる人たちが接触する中では、お互いの習慣や価値観がわからないとフラストレーションや不満がたまってコミュニケーションの問題が発生することがよくあります。そうするとその職場の雰囲気や会社のビジネスに悪い影響を与えて、個人の問題から会社全体の問題になってしまいます。そのような問題が生じないように、職場では異文化理解を大事にする必要があると思います。企業の独特の価値観や高度規範の体系を社内の研修で勉強して、また異文化についてのワークショップに参加すれば、日本人と外国人がお互いのビジネス文化を理解することができます。では職場の良い環境づくりのためお互い頑張りましょう。以上、ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。日本企業に5年間を勤めて、今の会社に5年間勤めたという、そうですね。で、日本でも日本の会社に勤めたことがあるんですか？残念ながらありません。日本では勉強っていうか言葉の勉強に行ったということですか？そうですね。1年間大阪外国大学で日本語を勉強しました。これお話の中で実際に使うビジネスの日本語は教科書と違うという話がありましたけども、そうですね、かなり違うと思います。教科書で勉強したことは使えないですか？もちろん使えますけど、例えばその専門用語とかその独自表現もあるから、職場に入ると勉強、その言葉を勉強しないといろんなコミュニケーションのトラブルが発生することもありますね。そのトヨタの例もありましたけど、その 5S とか整理、清潔、整頓、しつけ、いろいろありますけど、それを勉強しないとなかなか相手の言ってることの意味が通じないと思いますね。だからその努力が必要なんですけど。そして学校で勉強するのと、実際に勉強するのではだいぶ違いますね。だいぶ違いますね、だから本当に職場に入るとゼロからまた勉強しなければならないということなんですね。ということは学校で勉強するのは基礎で、実際に、ちゃんと使えるようにするのは企業に入ってからというのがいいですかね。あと会社の中に先輩後輩の話がありましたけども、ポーランドでも先輩後輩ってのはあるんですか？そうですね、ありますけど、そんな区別とかはそこまではしないと思いますね。だから私は会社に入ってきても先輩がいるか後輩がいるかということについてはあまり誰も気にしないと思います。あと日本の会社でハンコを使っているという話ですけども、最初戸惑いましたか？戸惑いましたというのはちょっと分からない、やり方が分かりませんでした？実はそのハンコの意味ということは分かったんですけど、どうしてイギリスにいるのにハンコを使う必要があるということはちょっと疑問として思ったんですけど、でもやっぱり銀行なので、日本からのルールはイギリスも同じように、フォローしないといけないんですね。そしたら例えば日本企業が外国に行った時も日本企業のやり方を
やるっていうのはいいことだと思います？いいことだと思います。実は私も外国人なんですけど、イギリスに、いても外国人なんですけど、そのイギリス人の、ビジネスカルチャーとか日本人のビジネスカルチャーを勉強して、みんな同じ職場で仕事してますので、お互いの、文化とか理解する必要があると思います、そうすると今よく言われるのは、日本企業が海外に行ったらその国のやり方をやるのが普通いいんじゃないかって言われてるんですけど、それだけじゃなくて日本企業の良さも持ってった方がいいという、実はイギリスにいてもちょっとした、ちっちゃい日本になるんですけど、その、外国人にとって、その本社の、なんと言えばいいでしょうね、本社の印象とか分かるんですね、イギリスにいても。だから非常にいいことだと思います。本社に行ったことあります？ありません、ね、残念ながら。本社に行ったらもっとハンコを使ってますよ、きっと。どうもありがとうございました。ありがとうございました。